これはデモ音声です。写真拡大。日本ハムオリックス17日、札幌ドーム。日本ハムの栗山英樹監督が試合前に取材に応じ、引退登板を控えた斎藤佑樹投手について語った。これはデモ音声です。試合に先んじて行われた会見で、斎藤が嬉しかった思い出の一つに2012年開幕戦での完投勝利を挙げたことに触れ、本当に緊張したからね。これはデモ音声です。こっちもと懐かしんだ。株式会社 AI によるデモ音声です。2012年プロ2年目の斎藤は栗山監督に抜擢され、西武との開幕戦に先発。これはデモ音声です。中島のタイムリーによる1点に抑える4安打完投勝利を収めた。株式会社 AI が提供するデモ音声です。栗山監督はね、思い出すな。株式会社 AI が提供するデモ音声です。本当に緊張したからね、こっちも。株式会社 AI によるデモ音声です。開幕戦。株式会社 AI によるデモ音声です。本当にあんなに祈っちゃいけないけど祈りたかったな、など当時の心境を語った。株式会社 AI が提供するデモ音声です。あの時いた人っている？すごかったよね、と話題を振りつつ懐かしんでいた。これはデモ音声です。会見で斎藤はプロ11年間を苦笑交じりに、基本的にいつも苦しかったと表現していた。これはデモ音声です。栗山監督は本当によく頑張ったね。株式会社 AI が提供するデモ音声です。何度も言うけど、活躍する姿もそうだけど、こうやって世の中の人が苦しんでいるのに泥だらけになってプライドを捨てて一生懸命這いつくばる姿を見せてくれって。株式会社 AI によるデモ音声です。それが本当に大きな使命があるんだっていうのは簡単だけどね。株式会社 AI によるデモ音声です。よく頑張ったし、そこに関しては。株式会社 AI が提供するデモ音声です。いい形でマウンドに上げてやりたいよな、として。